こんにちは。今日はね、ちょっと司馬遼太郎記念館に行ってきて、そのついでに寄り道して古本市場でゲームまた買ってきました。その紹介をさせてもらいます。またゲームかっていう感じですけどね、 DS ばっかりなんですけどね。メタルファイトベイブレード、爆弾サイバーペガシス、でアイシールド21、マックスデビルパワー。これジャンプのアニメなんですね。僕知らなかったんですけど、でワンタメミュージックチャンネル、どこでもスタイル、でひらめき子育てマイエンジェル、まあこの辺はやるかどうか微妙ですけど、キラリンレボリューション、目指せアイドルクイーン、でヨッシーアイランド DS、 まあこれは前から欲しかったんでね、手に入れれてよかったです。でおいしんぼ DS、 これも前から欲しかったんでね、手に入れて手に入れれてよかったです。で遊戯王デュエルモンスターズスピリットサモナー、遊戯王もデュエルモンスターズも難しいんでね、できるかどうか僕にわかできないよな、僕難しいよなデッキ組むの。ナルト最強忍者大結集 4DS、忍者対戦アクション、ナルトもいっぱい出てるんですねゲームね。で物やお金の仕組み DS、でチャオドリームタッチハッピーアニバーサリー、まあミニゲームがいっぱい入った感じのあれですね。全部で、以上です。以上 DS ばっかり2、4、6、8、10、11本買いました。 DS ばっかり11本買いました。またプレイ動画
まあいつになるかこれもわからないんですけど、流せたら流していきますんで、待っていてください首を長くして待っていてください。なかなかやと思いますけど、頑張ってプレイしていくんで、あーちょっと寒いな、汗かいたからかな。これスポーツアクション RPG になってる。以上です。それでは皆さん、またね、バイバーイ。